は坂本龍馬と勝海舟。海舟すなわち勝阿波の神麟太郎が語った思い出を綴った本に氷川世話というのがあります。ここに坂本は俺を殺しに来たやつだがなかなかの人物さという一節があります。明治に入っても坂本龍馬の人気は高く、それよりも俺は坂本を指導した人物で俺を殺しに来たのを諭してやった、龍馬よりも大きな人物であると言いたかったのでしょう。もちろんこれは眉通話で殺しに行ったりすることもなかったのですが、物語としては面白いので師匠はこのお話を作っていただきました。坂本龍馬はふるさとの土佐を後にしたのは19歳の春のことでしたが、龍馬は土佐藩にあって剣の筋がよく、小栗流の書で目録を授与されたと父八平は、龍馬お前はこの土佐にあっては兄権平がおり家を継がさねばならん、ついてはお前は邪魔であると言って追い出すわけにはいかん。ここで父が考えた。そちは剣の腕が優れておる。そこで江戸へ出て剣術の修行をいたせ。え、江戸へ出るのでございますか。そうじゃ、お上のお許しをもろうておる。江戸中屋敷藩邸に住まいし剣術の修行に励め。はい。まあ、この当時、長男以外は家を継ぐためのスペアみたいなもので、兄貴が家を継いだら弟なんか厄介者でございます。江戸へ出た龍馬は、千葉周作の弟、千葉貞吉の道場に通っておりましたが、この貞吉のせがれ、十太郎とは、まことにうまいでございます。年は10歳ほど十太郎の方が上でございますが、どっちもこの頃、外国船を打ち払えという上位論者でございます。十太郎さん、なんじゃな。浦賀にペリル名の者が黒船に乗ってやってきましたが、あのような奴を打ち払うに限りますぞ。うん、わしもそう思う。ところが、あの勝海舟と申す幕臣は開港をしようと申し、兵庫の港に海軍総連勝なるものを作り、異国の技術を学べと申しておるそうな。けしからんではござらんか。龍馬、お前はわしと同意見とは知らなんだな。十太郎さんと同意見でござるか。うん、幸いわしは海舟殿とも面識もある。聞くところによると今赤坂に書いているそうな。おお、それは幸い。会って話を聞こうではないか。ことと次第によって切って捨ててやる。二人揃って勝を訪ねることとなりました。頼もう頼もう。だーれ。下僕が出てきた。先生はご在宅でござるか。へえ、ご在宅でございますが。拙者千葉十太郎と申します。千葉周作の甥でございます。へえ、でそちら様は。千葉道場で修行しておる土佐藩士坂本龍馬でございます。へえ、少々お待ちくださいまし。しばらくすると青っと見えまして、どうぞこちらへお通りくだされ。案内された通りましたが、家が古い上に掃除が行き届いていない汚い小部屋でございます。やってきたのがそやの南の武士。ちょこちょこと座に着くと十太郎は、あ、勝先生お久しぶりでございます。千葉十太郎でございます。これなるは門下生の当主藩士坂本龍馬でございます。拙者坂本龍馬と申す者でござる。いや、よく来たね。言いながら
坂本をじっと見た回収が、と笑い出した。不意に笑われて、坂本はむっとしたが、先生、何かおかしゅうござるか。お前、俺を殺しに来たんだろ？え？よくわかるよ。俺を殺しに来たんだろ？さすがの龍馬、息詰めて言葉が出ない。膝に手を置いて、勝の顔を見つめた。俺はハッケミじゃない。けれども、自分が殺されるくらいのことはわかる。お前、俺を殺しに来たね。は、恐れ入りました。なあに、恐れ犬には及ばないよ。今俺を殺す時じゃない。少し後先のことを考えろ。強いばかりが武士じゃない。十太郎、お前もそうか。坂本宇治と同意見で、危ない危ない。彼に、俺を殺したとって、お前たち二人、狼に捕まって死罪となる。俺が死に、お前たち二人も死に、それで天下はどうなる。言われて、二人は返答に困った。坂本龍馬とやら、お前さん、ようわしを訪ねてきた。威風凛然。ああ、良い若者であるの。ようわしを訪ねて来られた。ペリルが浦賀へ来た。黒船に乗ってやってきた。太平洋という大海原を渡ってきた。今、日本にはそういう操船技術を持っている奴がいるかい？いや、黒船を作れるか。いや、作れませぬ。そうじゃろう？だからわしは兵庫に海軍総連勝を作った。鎖国したまま外国と戦い、上位というは勝てるか？卵を持って岩に当たるがごとし。自滅するだけじゃ。鎌倉の世のように神風が吹くと思うのは、トンボの鉢巻きカエルの方かむり。先の見えん議論はするもんじゃない。勝がじりじりと解き出した。ついに坂本龍馬が、実に面目ありませぬ。無法の開国論者を殺そうと思ってきたのは誠でございます。しかし、公説を受けたまわって、恐縮宦官の至りでございます。いやいや、その気持ちを持って、国のことを思ってくれ。その魂が何よりの宝じゃ。若いからせいぜい学ぶとよい。わしのところへ来るとよい。これから坂本龍馬は勝の門弟となって航海術を学びました。後年の海援隊の元がここにあるのです。勝が兵庫にやるときに坂本も兵庫にやるという具合です。ちょうど西郷隆盛が来たので。西郷さん。面白い門人がおりましてな。おお、面白い門人。うん、土佐藩士で坂本龍馬と申しましてな。おーい、坂本くんも呼んでくれ。やってまいりました龍馬を見まして。左州の西郷隆盛でごわす。都州の坂本龍馬でございます。初対面ですから、二言三言言葉を交わしただけで龍馬は下がります。坂本は席を立った後、西郷が、と太い息をついた。勝が、なんであんたそんなため息をつかれなさる。いや、どうも、良いもんてお持ちなされて羨ましい。土佐には名士が多くいますが、坂本宇治には敬服申したと言って西郷は帰った。すると、今度はこっちの坂本龍馬は、
西郷のことをちっとも噂をしない。言葉にも出さない。二日ばかり経って勝つが、これこれ龍馬。お前は西郷さんと会いましたが、ちっとも西郷の噂をせぬが、あの人物を何と見た。はい。初めて西郷さんと会いましたが、珍しい大人物。坊ようとして捉えようがございません。大きく打てば大きく響き、小さく叩けば小さな音色で、奥底のわからぬ人物。あのくらいの人物を未だかつてに出会ったことはございません。坂本の呼ぶところではございませぬ。そうじゃな。西郷は金か太鼓のような人物じゃな。大きく打てば大きく響き、小さく叩けば小さく響く。お前こそは、西郷を大きく打てる男じゃ。これからこの三名詞、水行の交わりをしたと申します。本日は、坂本龍馬と勝海舟の一席。お時間